皆さんこんこにちは画像をご覧の全国の中継校の皆さん、こんにちは、はい、今日は、えー、税理士の高田先生をお招きしまして、えー、見えてきた年末調整の問題点ということでね、イベント資料ということで、皆さん、お手元にですねこのイベント資料、えー、ない方いらっしゃいますか、大丈夫でしょうか。 はい一応ですね資料ですね今はですね、えー、この一えっ、ー、と顔写真付きのものともう一つですねこの横にですねまあ書いてある事例演習というものですねこれがですねもしかしたらちょっと今間に合ってないちょっとちょっとね予想を超える人数がまあ、えー、来ていただきまして大変ありがたいということでこの事例演習というですねものですねはいなかったら言っていただければなと思いますそれからですねはいあとは 後半で使いますが、このサブロク協定の用紙ですね、これがペラ紙が1枚ありますので、3点セットになっているという形を取っておりますので、3点セットになっているという形を取っておりますので、はい、でもしない方いたらね、えー、どうしましょう、大丈夫ですかね、えー、と1点目がこのイベント資料ですね。 これは今、言ってると思います。でもしこの、えー、と事例演習がない方いたら、今、すってますので、えー、今、すりたてのものをお届けします。今、今出たとこなんですよみたいなデジ、ね、出前みたいな雰囲気で、ね、やってますのでね、それからですね、あと5分ぐらい、はい、分かりました、それからですね、サブロック協定のですね、はい、でですね、えー、っと、今日ですね、前半戦に高田先生の方から、年長のですね、まあ、見えてきた、 この年末調整の問題点ということでなんか今、5分延ばしてくれってちょっと言われちゃったんですけども急に言われてもねはいということでねあのまあちょっと延ばそうかと思ってるんですけどもで一応ね問題点は私の方からね一言だけ言いますで今まであのあの配偶者の特別控除のところとそれからですねまあ健康あのごめんなさい生命保険料控除地震保険料控除等がまあ1枚の用紙でやってたものがまあ分かれたと。 いうことでまあ、さらにですねこの、えー、納税者側のですね、まあ、ご主人が例えば、えーね、所得税の対象者で奥さんが不要になっているとすればご主人側の所得が段階別に分かれたということでそれから、まあ、特別控除の範囲がですね若干広がったと38万円を使える内容がですねちょっと幅広くなったのでそれが分かりづらいと。 いうわっ、分かりづらいって言われても、ね、なんかこうね、つかみどころがないなというふうに最初思っておりまして、で今日ですね、高田先生に講義いただきますので、そうするとね、論点といいますか、あの見えてくると思いますので、はい、ということでですね、よろしくお願いしたいと思います、それではね、高田先生にバトンタッチしたいと思いますよろししくお願いします。 皆様、こんにちは。と、レクセン任講師の高田です。今日、お世話になります。どうぞよろしくお願いいたします。あの、各本、こ聞こえてますかね、高田先生の声ね。マイク二本使っている場合ですね。ちょっと、あれなので。もし、聞こえてなかったらですね。レックまでですね。てか、あ、もう、書いた方がいいね、これね。はい。その方が確実。ですね。は田先生。 では、今ですね、沢井先生からご紹介いただきました、講師の高田です。えー、今日はですね、年末調整の部分に関して担当させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 でなんかあの大きく変わった、大きく変わったっていう、ね、えふ風に言われていますけれどもあの、まあ、今まで2枚だったところが3枚になったとか、ね、えいうところそして、ちょっと、ね、あの用語が1つ増えたとかああいうところそういったところもですねあの税法に基づいて少しお話ね申し上げることができればなという,ふうに思っています。でえー、少しねあのじ 事例の演習も用意させていただいていますので、やっぱり書き方が分かるとってね、いうふうにお声もね、いただいていますので、えー、今日ね、ゆっくりとあのその演習のところですよね、えー、見ていくようにしていきましょう。では、それいりますが、まずはあ、今のですね、ちょっとプレゼンターにそれいります、切り替えさせていただきまして、 年末調整の問題点というね、イベント資料とあるこちらのレジュメの方、ご準備をお願いいたします。で、今、ページをめくって、1ページ目というところから、少しね、見ていきたいと思います。 そうしましまたら、えー、とあと3分待ってくださいということであのすみません自己紹介をしてくださいと言われていたのにせずにですねえスタートしようとしてもそれもいけなかったです、本当に申し訳ありませんでした。あのー、とてもなんえらいプロフィールがあるわけではなくて、えっと、私はあの会計ゼリシ試験受か、えっと、ってそれから会計事務所にですね、えー、勤めてそして、えー、独立させていただいて、えー ちょうど今11年目とねいう形になっています。でエレックさんの方でもですね講師の方ですねさせていただいてこちらもちょうど10年経ったところになります。であのー。 勤めの時からですね勤務の時からあの年末調整の作業を、ね、もちろんもちろんねやっていましたで、法人のお客様、個人のお客様、そしてその中でですね法人税の申告書から消費税の申告書、そして確定申告、それからですねちょっと経験重ねていって資産税関係ですね相続税と贈与税というところも。ですね 勉強をしてえ、そして、あの、不利になってですね、今に至るという形で、ですので、もう1年間ですね、もうなんかずっと申告書を作って、そして、このね、11月、12月になると、あ、もう年末調整ですとねえ、いうような時期になって、というね、もうその繰り返しで16年ほど、あの、過ごしています。で、あの、その中で、今回、あの、まあ、大きな改正ではあるんですけれども、 なんかあのー、私もですね、その税制改正があって、えー、税理士会の研修とかですね、もちろん行っているんですが。 なんかあのそこでお、えー、話を聞いててそれから先生方とも話をしてて、まあ、2枚が3枚になったと、ね、先ほども申し上げましたが、まあ、あのそういうことであとはちょっとね用語が少しこう条文上もなんか、まあ、そこが分かりづらいっていうところではあるんでしょうけれどもちょっとねあの用語が増えたりしてというところ、まあ、そこもあの今日はです、ねえー、趣旨とともにお話が、ね、できればいいなというふうに思っています。というようよなあの でであと、えっと、レックさんの方ではあずっとですねあのまずは簿記の講師をさせていただいていてで、えー、それから税理士の講座の方では、えっと、今もなんですけれどもあの入門の講座ですねを担当させていただいていてあとは会計士講座の租税法のですね、えー、講義を担当させていただいています。では <laughs> 皆さんねじめ間に合っていますでしょうか。大丈,か大丈夫？まだ足りない？あこちらの方、はい、はい。すいません全然足りないですか。はいこちら二枚足りないです。ここは,ではい最初に先生こちらが縦から始まりわかりました。縦からです。ですね、はいじゃ徐々に入るのをはいありがとうございますこちらにこちらにいらっしゃいます。 こちらい,いらっしゃいます。では皆さんね揃ったということでえ早速ですが年末調整のね、えー、内容から始めていきたいと思います。よろしいですかね。では画面の方はおされりますプレゼンターに切り替えさせていただきます。 こちらの見えてきた、ね、年末調整の問題点というレジュメこちらのご準備をお願いいたします。でページめくっていただきまして1ページ目から早速ですけれども年末調整、ねえー、見ていくことにしましょう。 あのねえー、お勤めでいらっしゃる方については毎月お給料を、ねえー、もらう時になんか、ね、収入金額いくらってあるのに手元に入ってくる分がいろいろ差し引かれているんだよねっていうのが、ね、ありますよね、でまあ、それは会社の方は会社の方うで、えーね、差し引く義務が、ね、あって、まあ、差し引くってそれは預かるっていう、ね、預かる義務があってそうしているということでですね、えー、その一つとして源泉、えー、所得税と。 ね、いうものがあるとではちょっとねここの年末調整の意義のところを少しね読んでいくことにいたしましょう1ページ目よろしいですか意義のところからね見ていきましょう会社が毎月の給与から源泉控除した所得税はあくまでもこれは概算の額ですとだからその年末調整調整をしていかなきゃいけないっていうことですよね とりあえず、ね、いくらいくらということで、ねえー、毎月預かっているとだから概算の額なんですと。 では続きね、行きましょう。年の中途で不要親族に移動があることもありますし、月次計算において生命保険料控除などは反映されていません。よって年末に正確な税額を算出して、この年末調整というこの調整の手続きですね、これによって差し引きすることで適正な所得税の納付を行うことになりますということです。 で、所得税は、これもう歴年単位課税というふうに言われていまして、税額は1年間、もう何人も1月の1日から12月31日の歴年、これを単位として計算確定していきますよということになっています。 で、まあ、月次のね、給与計算においても一定の調整はありますが、社会保険料や扶養親族とそれだけではですね、正確な年税額の算定。この年税額ってね、いうのが1年間のその方の所得税額ということね、1年間のその方の所得税額。この算定の基礎としては、この毎月の給与計算ではちょっと不十分。 だから、では次の矢印のところ、最後にね、ね、最後の給与支払い時にですね、年税額を正確に算出して、気払い税額と生産をしますということです。で、下に図紙がありますけれどもね、ね、毎月厳選控除された税額、そして、えー、その1年の終わりでですね、改めて計算してみて求まった また適正な税額と、ね、ここで差額があればそれはね差し引きして払いすぎがあればですね、えー、返還しますし不足があればそれは少しですね追徴ということで改めて預からさせていただきますよと、ね、いうことになるということです。ままずはね年末調整の仕組みここででよろしいでしいょうかか大丈夫かな では次のページですね、えー、見ていきましょう。年末調整のイメージと、ねえー、いうことで、まあ、あの計算の流れ、上から下に向かってですね計算をしていきますと、ねえー、いうことです。で、まあ、給与収入があって、えーまあ、給与所得控除を、ね、差し引いて、そして、それで求まった額が、ですね頭に課税のつく課税給与所得金額と。 で、ここからね、えー、その方において、えー、控除すべきものと、ね、控除するものですよね、えー。それを差し引いて、そして、まあ、年末調整のための算出、所得税額のね、まあ、即算表に当てはめて、計算をしていくという形になります。で、重、え、仮、ー、の控除ですよね。2年目からは、 会社の方にね書類を提出すればこの分に関してもね合わせて計算をしてもらえるという形になりますそして、えー、復興税ね今ありますから所得税率の2.1%これも加算されるよということですではねこの流れあのちょっと分からなくなったらあ今どこのことやってるのかなということでねここあの流れに戻っていただくといいと思います では引き続き3ページ見ていきましょう年末調整の対象者原則としてこれは提出してねということですよね扶養控除等申告書、今日この後と、ね、新しい雛形のもの見ていきましょうでただし年収2000万超えるような方はね例外ですということです。 でただ皆さん会社でこう年末調整のね、えー、作業をされている方も今日ねたくさんいらっしゃると思うんですけれども12月31日 なんかよっぽどなんかね、お店とか、ね、でも年末セールをやってますっていうようなね、形でなければ営業ってしてないことが多いですよね。で、まあ本来の基準日は12月の末ではあるんですけれども、もうね、あのその12月末のその状況ですよね、この扶養控除と申告書、他ね、その申告書の中で、に書いていただいて、 でそれを12月31日における現況を、ね、基準として予測の上という言葉がありますが、まあね、12月の末に一気にやるわけにはいかないので、えー、その12月末の、ね、状況を申告してもらってそれで予測の上で計算を進めていくという形になります。 でまあ、その5年内に移動があったといったらもうそれはね翌年の1月に修正すればいいということです。 では、年末調整、えっと、年長とね、ちょっと、ここのあたりから訳させていただくことあるかもしれません。ご了承ください。ね、年末調整、年長に必要な基礎資料ということで、給与所得者の扶養控除等申告書、当年のものですね。から、保険料控除申告書、配偶者特別控除等申告書と。 から、住宅借り入れがですね、あれば、住宅借り入れ金等の特別控除申告書から、源泉徴収簿まあ、これは会社の方で作るというような形です。では、年末調整の流れというところ。まあ、ここもよろしいですかね。まずは準備として、えー、その、今、 上に上がってたこの申告書ですよね、配布して、提出の督促をして、ねえー、そして控除項目確認して、で12月分のですよね、えー、給与、賞与もありますから、ね、賞与の計算もして、えー、そして控除の、ね、保険料あ、ごめんなさい、社会保険料等の、ね、集計をしていくと。まあ、ここまでがまずは準備段階と。 では、いよいよ、この所得税の調整というね、話、本題に入っていきましょう。それが、レジュメの方4ページ、画面も切り替えさせていただきました、4ページですね。課税のつくね、給与所得金額の確定と。頭に課税がつく。それはね、この金額に税率をかけていくから、という理由があります。 でえーまあ、上のこの表題のところに1ス丸2により確定と、ね、まずはですから給与所得金額を算出しそして、2ですよねつまり控除額これをですね、えー、合算し差し引きして求まった数字1000円未満、多数切り捨てと1000円未満、多数切り捨てというのはそこに税率をかけるからとそういう理由があります。 波数切り捨てです、ね、もうこれは国税通則法で決まっていて、ね、税率かける前は1,000円未満切り捨てと、ね、いうことになってるからです,からですよということですでは1ス2で求めていくということを今ここの表題のところで確認をしましたが給与所得金額の算出というところからいきましょう。 年間のいわゆる給与少与の合計額からこの給与所得控除額というものをさっ引いてねえ計算をしていくと。 で給与所得控除額、まあこれ、これもいわゆる概算額であのお勤めであっても例えば、その会社の社風でスーツを着ていかなきゃいけないとかね,あのカバンね通勤カバンは必要だとか皆さん、それぞれに必要なものっていうのはあるわけでそれを一人一人計算するっていうわけにはいかないから、ねえー、もう全員ですねこの決まった計算でもって求めていくと。 いうことになりますで下のところにちょうど例がありますね年収300万の方ということでですね例が入っています。 で、所得の金額はあね、192万円ということで求まっていますけれども、ね、えー、もうここ、給与所得控除後の金額ということで、こう、即算表がありまして、ね、それの抜粋ですけれども、 給与所得を控除した後の金額はもうこれでいってくださいというねこう即算表がありますのでその表に当てはめてねここは計算していけばいいという形になりますまああの勤めてらっしゃれば皆さんねそれぞれの会社さんで入れていただいている給与ソフトが まあ、計算はしてくれますけれども、私、勤務の時にですね、言われてたことがあって、私も、あの、事務所の中でですね、ソフトを使っていますけれども、あの、必ずしも、そのソフトって、あの、絶対に正しくね、計算してくれるかって言ったら、そうではなかったり、というのは、その、ソフトを作っているのもやっぱり人ですから、ね、えー、ヒューマンエラーで間違えてしまうことはあると。 ですからこの仕組みをちゃんと知るっていうのはそういったあの、ねえー、こうソフトの方で間違えちゃったっていうところを見つけられるようにもなりますからぜひともねそんなふうにあの計算してくれるからいいやっていうのではなくてせっかくね今一緒に勉強していますのでそんなふうにここをね勉強している内容を捉えていただくといいのかなと思いますではまたね切り替えさせていただきまして、えー、続きですね「えー、所得控除の合算額を算出してきましょう」と、ね、いうことをで で、え、こちら、あの、年末調整の方でできるね、えー、控除。本当は控除って14種類とかあるんですけれども、まあ、この中に、まあ、そのうちの一つの雑損控除とかは入っていないと。それはもう年末調整で、えー、ね、各自行っ、あ、ごめんなさい、確定申告、ごめんなさい、確定申告で各自行ってくださいというね、控除の内容で、年末調整でできる控除はね、ここで示させていただいている内容になります。 でまあ、人それぞれですよね。あるもの、ないものということでね、あると。で、後ほど、特に大きく変わった、この配偶者控除と配偶者特別控除ですよね。ここが大きく変わって、ちょっと、ね、申告書の方も変わってしまったということで、あの改正あったところ、私、あの黄色で入れていきますので <laughs>、ねえー、こうですね、後で見ていきましょう。 では引き続き、年税額の算定というところに入っていきたいと思いますがよろししいででょうかでは画面の方ですね、ちょっと下に下がらさせていただきます、年税額の確定というところですね、続けていきましょう。 え、ま、課税所得、あえっ、ー、と、差し引きしてですね、も、求まった、今の上のね、2番のところの、丸1、ね、給与所得金額から、あ、所得控除の合算額差し引きして求まった課税所得給与金額。ね、これ、あ、給与所得金額ですね。これに税率を乗じて、えーね、えー、税額を求めていくということになります。 で、実際上はこちらもですね、即算表で計算してくださいとある通り、この下の参考ということで入れさせていただいている表、こちらの即算表に基づいてですね、計算をしていくということになります。 で、あとでですね、また、あの、演習を解いていく中で、こちらに戻りますので、そこでもまたね、お話をさせていただきます。あの、一番右側の算式で、ね、課税所得金額に、基本的には税率を乗じて、そして控除額があれば、控除額をさっぴいて求めていくという形になります。 では、引き続きですね、5ページ、画面の方は切り替えさせていただきまして、住宅借入金等の特別控除、こちらもね、税額控除ということになりますということですね。で、求まった分、算出所得税額から重仮特別控除額をですね、差し引きして求めると。で、マイナスになった場合は0と。つまりミニマムゼロですよ、ということ。 で、えー、ここからですね、年長年税額の確定ということで、復興特別所得税がね、えー、ありますからあ、例のところの計算、ちょっとね、えー、同じように波線を引かせていただきますが、かける1.021をして、つまりね、復興特別所得税2.1%の分をね、えー、乗じてで、えー、求めていくということになります。 で、今求まった年税額では、過不足額の生産のところに行きますが、今求まった年税額、すでに会社の方でね、預かってる分の方が大きかったといった時には、そのね、方々にはお金を返してあげな会社としてはね、お金を返してあげなきゃいけないし、年税額の方が大きかったといったらね、その不足の分は会社の方は預からなきゃいけないと、ね、いうことになると。 それは、ね、聴衆というふうに書いてあるということです。 でまあ、原則的な方法ということで最後の給与または賞与のね所得税と差し引きしますということで12月でもってね生産するところもあれば単独計算してまあ1月の給与明細に載せるところもあればもうねあの年始が始まって1月ちょっとしてですねその年末調整のその過不足分についてですねあのもう年,年始で調整していくというようなね、えー、あの会社さんもあります。もうそれは業種業種態によってもう年末ものすごいい忙しいとか ね、有業種の方もいらっしゃいますから、もうそこはですね、あの最終的にきちんとなればいいというふうにあのここは押さえていただければと思います。実務上はそんな形です。では、所得控除項目のところですね、少し見ていきましょう。えっと、ちょっと今ちょうど見開きで空、えー、いてますので、四ページのこの部分ね、各種所得控除、ここをですね、ちょっと少し見ていきましょうということで、五ページから。 まあ社会保険料控除のところはね、もう皆さんよろしいでしょう。給与計算上控除したものということになります。で、その他のところですけれども、ご家族の分ですよね。があれば、ご家族の分があればというところですね。から、自分自身にかかるものということで、その他の2つ目のところに書かれていますけれども、お年の中途でね入社したとかね、そういう場合ということです。健康保険。 ねえー、からあ厚生年金という内容、であとは、ねえー、一定の年齢になれば、あ介護保険料もです、ね、含まれてくるというような形ですよね、あと雇用保険も、ね、この中に入ってくるということです。あごめんなさい、雇用保険入んない、失礼しました、社会保険料ですからね、給与計算の中で入ってくるって話でしたね、失礼いたしました。 から、えー、と健康保険料と厚生年金ですよね。では続けまして、社会保険料控除あじゃないです、ね、生命保険料控除ですね、続けていきましょう。 ま、控除上限12万とね、えー、いうことでね、えー、ありますが、そこのところはまた、あの7ページ、ちょうど今見開きで皆さん見ています7ページにね、えー、図紙みたいな形で載っているちょっとここでお話をね、させていただくことにしたいと思います。まあ、一般と介護と、ね、えー、から個人年金と、大きく今はですね、3つに分かれていますと。 ただ、9のつく生命保険料ですね。これに関しては、契約が平成23年12月31日以前の契約のもの。これについては、あの、介護保険料も一般の中に入っていたというような形です。 で、24年1月1日以後に契約のものに関してはね、新生命保険料ということで計算をしていくという。で、その時には、この3つですね、一般と介護と個人年金ということで分かれてくるということです。 で、まあ、こちらも、計算の、その工場額の計算のね、えー、明細はあるんですけれども、まあ、レジュメの方はね、えー、この、ここまでご紹介ということで、ではちょっと7ページの図紙見ていきましょう。新契約の方は、この3種類でした。それぞれ最高4万円ですね、こうあの、限度額があると。で、一方、9の方ですね、9契約の方は、 生命保険料と個人年金と2つそれぞれですね5万円の限度ということになるとで例えば、生命保険料で新旧両方の契約があるというような場合についてもね合計最高4万円になりますよ。 個人年金の方もそうですね、えー、両方について工上を受ける場合には最高4万円になりますよということ下の米印のところにね、付記させていただいています。両方ある場合のね、両方について工上を受けるという場合の で、例えば、新生命保険料ですね。から、介護、介護医療保険料控除。こちら、新契約の方で取って、個人年金の方を休契約しかないので、ということで取ってですね。4万、4万、5万で、13万になりますよね。そういうのはダメですよ。というのが、最初の表題のところにあった、こちら。適用限度額というところ。 ね、12万円が限度ですよというところをね、間違いないようにしていきましょうということです。